ジョシュア・ベンジャミン、ジョシュ・トランクはアメリカ合衆国の脚本家、映画監督である。2012年に20世紀、フォックスハイキューのクロニクルで映画監督デビューを果たし、2015年のファンタスティック4の監督に抜擢されている。2007年にテレビシリーズ、キルポイントの編集、監督、脚本を務めた。2009年にインディペント映画、ビッグファンの編集を務め、 また早くで出演も果たした。2011年に初めての長編映画、クロニクルを監督した。クロニクルは2012年2月3日に20世紀、フォックスより封切られ、世界で1億2500万ドルを売り上げた。制作費1200万ドルのこの映画は、批評家レビュー集積サイトのロッテントマトズで85%の支持率を獲得した。 公開当時27歳であったトランクは北米工業収入ランキングで1位を獲得した史上最年少の監督となった。クロニクルの公開後はソニーのスパイダーマンのスピンオフのベノム・ワーナーブラザースのザ・レッドスター、ソニーのワンダと巨像の映画化に関わると報じられていた。2012年7月11日20世紀フォックスはトランクが ファンタスティック4のリブート版を監督することを明かした。同作は2015年8月7日に全米公開された。ありがとうございます。